やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。なんかあれだな、楽しみだな。ゴーカーツ。ゴーカートってさ、森じゃなく本当に免許持ってる人が弱いんだよね。当たり前なんだけど、ブレーキのシステムがマジで全然違って、車ってニューって押すじゃん。でもゴーカートって一番早く曲がる方法って、一回ブレーキギューンって踏んだよね。俺は前回 TX やった時にそれを知ったのが後半ぐらいで、慣れる時間がなくて、サッサンに激突したやつは、あれだよ。初めてゴーカートやった時の30キロぐらいのやつでしょ。山奥だったから、半分ぐらい配信できてなかったのかな。どういう感じで映ってたかわかんないんだけど、本場のゴーカートやりに行ったの。サザと二人で。ベタ踏みしたら、70キロとか75キロ出んのね。マジで速くて。俺、ベタ踏みが怖かったもん。あと、こんなこと言うのなんだけど、十中八九誰か事故るから。俺もティックも、あんな空いてるところで、一回ずつ事故ってるからね。まあ、楽しみだね、どうなるか。やっぱ30人呼んだから、ほんと、タガが外れてるやつが一人二人はいいだろうから。ぶつかったりなんてしたら、むち打ち確定。っていうのがね、乗ってそのスピードを感じてしまったら、あ、ぶつかったら絶対に怪我だなってわかんの。人間体感で。の中で、この壁をぶち破れるやつが強い。絶対に怪我すんの。100% 壁にぶつかったら怪我。それでも飛ばせるやつ。これ若干遅いな、でも。まあでも俺たちは、まあこうはなんないけどね、配信は。多分安全のため話してやるけど。これやばくない？やばくない？ゴーカートって。やばいか！これだぜ？こう見てるから早いねで済むんだけど、実際乗ってるともう怖くて怖くて、地面が近くてさ、体感速度が速いの速いの。これより多分若干遅いかな。若干遅くてもだけどね。もうみんな一流になると抜くポイントってどんぐらいできるんだろう。すごいでしょ、みんなこうやって同じところ走るじゃん。で俺はここで事故ったの。俺はここでバーンってここに突っ込んでさ、後ろの人に突っ込まれてた感じ。まあ、でもどうしようもないじゃん。おい、雨でやろうとしてるこいつら、めっちゃバカやん。怖っ、雨はすごい、度胸がすごいね、君たちは。怖いって、水しぶきで前の視界悪すぎるだろ。キーすごいね。年を取っている人たちはやっぱりどうしてもね。ブラックアウト、レーススタート。さあ1コーナーに向けまして、うわ、チケットすげえわ、すげえ楽しみ。俺は前回のゴーカートでササティックに勝てなかったから、今回ティックに勝つわ。はっきり言ってティック結構早かったから。何チーム分けって。俺、チーム分け知らないんだけど、俺、チーム分けどこだった？俺、誰と一緒だった？なんかこのグループ分けも多分俺選んでないから勝手にやってくれてんだけど、はこのグループ分け見た、俺、今初めて見たの、俺、グループ分け。俺のグループおもろ。第一グループで俺が、事故が起こるんじゃなくて、第一グループでしか事故が起こんなそうだからありがたい。え、俺たちが一緒に歩けるの？あ、そうなんだ。一緒のグループとかじゃねえんだ。最悪この走行テストの段階で中止になる可能性を考えたら申し訳ないけど俺攻めますよ。これレースなんで。走行てか、もうここはさ、俺と太陽は絶対攻めるやんね。ちゃんと真面目にティック早いんだよな。ティックマジで早いんだよな。でこれであれか、タイム競ってまたチーム分けすんのか。第3グループ。うわ、待って、俺ゾウ先輩は怖いかも。絶対センスあるじゃん、ゾウ先輩は。免許を持ってない人の方が割と安全だよ。マインド、マインド。ちょっと特殊な男はいるけど、ササティックとかも免許持ってないじゃん。でもササティックって安心するでしょ。分かってない。っていう意味では多分高木さん大丈夫で。高木って俺どんな人なのか知らねえんだよな。多分大丈夫。俺はね、ゾウ先輩が怖い。そうだよね。
わかるよ。危険な香りがする。そうだよね。その男危険だよな。いや、多分マジで早いと思う。え、マジで早いと思う。あ、もうせっかくだし、一人一人が、まあ、まあ、ここはまあいいじゃん、危険。で、シナジーがやばいんだよな。なんか。おい、スタンミー。おい、リオン。いや、そんなノリしないって。そんなノリしないって。違う、あのね、いや俺これね、俺仲いいからだけど、こいつ真面目なんだよね。こいつ多分安全運転する。いや、俺わかる。こいつは安全運転するよ。何かの、その分岐点。選択の時が来た時に、まあ、ゼロストならいいやって になりそう。俺は太陽は、いや、あのね、太陽は絶対うまい。カート。絶対うまい。多分太陽さんはぶっちぎる。から多分大丈夫。マスの充電切れた。シンジ早いイメージね、こういうの。シンジはね、あの、あって思ったんだけどね、常識人なんだよね。すごい気配りのね、常識人なんだよ。いや、これね、あれなんだよね、フォーミュラー1を見てると印象が変わってくる、やっぱり人に対しての。そのネットリックスの F1 のドキュメンタリーがあるんだけど、どういう人が生き残るかっていうと、真剣な人っていうよりかは、イカれてる人がどん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 上手くなっていって、生き残っていって、クビにされないんだよね。うわー、ミッチーってどうなんだろう。ミッチーはね、何やっても上手いっていうかね、上手くなるのが上手いと思う。俺、ロールの大会のミッチー忘れらんなくて。一番下手っぴだったんだよね。でもずっと喋ってたの。それってすごいことだ。ロールの5番手でずっと喋るのってマジですごいことなんだよね。え、これマジで。ここだってほぼスタンミじゃん。真面目なスタンミ。真面目なスタンミってどういうことだろうな。真面目なスタンミって、わかんない。いや、でも、わかんねえ。で、謙虚安全運転なんで大丈夫っす。俺にはわかる。コクニーさん、俺あんまり絡みなくてどういう性格なのかわかんないんだよね。まあ確かに天気いいといいな。雨天結構だろうね。だってこんなでかいのに絶対金かかってるもん。ウィンカー。クソ金かかってるだろうから、この雨天中止なんてさ、できない。無理。ファッキンビッグ赤字らしいね。いやでも、おもろいことをしにお金を払ってるんだから別に健全なんじゃない？そもそも利益を生もうとしてないでしょ。ローション相撲やって骨折するやつがいるんだから、カートやったらそら骨折れるやつがいてもおかしくはない。その通り。その通り、よく言ってくれた。ね、俺はね、2人ぐらいおると思って、これ冗談らしいね。配信のノリで、いや、2人おるんじゃないかなじゃない。多分、本当におると思う。ムチ打ち4の骨2かな。生きてりゃ安い。第6グループ。ねえ、ここかシュート言ってたのって。シュートへの楽しみだな。ハイタニさん、この顔で早かったら怖くない？マジのサイコパス一番やん。ハイタニさんと絡みないけど、この顔でレース怖かったら怖いんやけど。たぬき忍者？免許はお持ち？どうなんだろうね。俺、この中で一番危ないの釈迦さんだと思うよ。自分で分かってんでしょ。あなた配信倍気にしてさ、主催だって言ってさ、遅かったら困るから攻めるじゃん、この人ね。俺知ってんだよ。絶対攻めるからね。だってそうじゃない？主催でさ、30人でさ、なんか後半20何位とかだったらさ、顔立たないっていうの自分が一番分かってんじゃんね。絶対やるから、この人。飛ばすぞ。今日の配信全部振りだからねってどういうこと？誰が危ねえから、こいつ危ねえよなって言いながら倒立。前転したか。もうカートが縦に回る可能性がある。シャカさーん、その宙を舞うシャカの顔さん、うわー、シャカさん、それはやりすぎ。ブッシュ、たぶんガチ君大丈夫。クソおもろくない？髪なびいてんの、ちょっとやめとこ。ガチ君もちゃんと怖がりだから。おもろ。河川さんは出てきてくんないよね。外配信レアキャラすぎるよね。外嫌いらしい。本当にそういう理由なんだ。ゼータのサバゲーもいないしな。わお！本当に嫌なんだろうね、単純に。ゲームが好きなんだね。ファンタはそもそもあれじゃないの？顔出ししてないでしょ。なんか筋トレ企画とか誘いたいんだけどさ。ガタイいいじゃんね。明日朝早いんで、今日は寝ようと思います。というわけで、お疲れ様でした。